メリーニューイヤーということで、これはですね、エディ・マーフィーの大逆転で、エディ・マーフィーがね演じてる、あの怪しいアフリカ人みたいな人がですね、電車に乗ってきた時にこう間違った英語の使い方みたいなギャグで使ってた、明けましておめでとうの間違ったバージョンなんですけど、メリーニューイヤーって言ってね、今年のクリスマスのタイミングでですね、アメリカのトランプ大統領がですね、メリークリスマスなんて言ってね、アメリカの大統領ってね、やっぱアメリカってね、いろんな宗教だったり文化の人たちが集まってできた移民の国なのでね、基本的にはハッピーホリデイズって言うんですけども、まあメリークリスマスなんて言っちゃったよみたいなところでね、エリー・マーフィーがギャグでやってたようなことがですね本当になっている昨今、2018年、皆さんいかがお過ごしでしょうか。正月からね1週間経ちましたね。デイリーダースって言ってね、もう早速正月休みを長めに取りましたが、まあ今日はちょうどですね成人の日だということでですね、成人の日もね思ったんですけど、成人の日って何なんだろうと思ってね、人になる日ですよね。で僕もう40歳なんで、20歳の時に成人式の時どうしてたかなってことを思い出すと、まあ言ってはいるんですよ、前の日というかその当日の朝までですね、ラップやってた友達と一緒にうちでなんか誰 3,4 人いたと思うんですけどね、みんな同い年だったからみんなその後成人式に行ったと思うんですけど、レコードかけてね、その時にね、ウーアのね、ウーアシンガーのウーアのなんかの12日のインストバージョンの上でラップするみたいな遊びを確かしてたのを覚えてますね、私の時で。まあそれでそのままね朝まで遊んでから、そのまま僕杉並区なんですけどもね、成人式っていうものに行ってみようと思って行ってみたんですけども、実はですね僕小学校10歳までロンドンにいて、でその後ロンドンから帰ってきた時にカリキュラムの都合で、これもバカらしい制度で本当にバカじゃねえのと思いますけど、まあ、その日本の公立高校に移る時には1個下の学年に入んなきゃいけない、4年生で戻ってきたんですけど、3年生に入れと、地元の学校行きてえならって言われてね、それいきなりダブリかよみたいなね、小学校でいきなりダブリ人生ってのは結構やばいと思うんで、そういった仕組みがない場所っていうことで私立のね明星学園っていうところに行ったんですけども、それが井の頭公園にある学校で、なんで地元がですね住んでる場所の小学校に通ってなかったんですよね。でなんで地元感っていうものがないっていうかね、やっぱ小学校一緒に過ごしてるやつとかね、そのちっちゃい頃に一緒に遊んでた人ってのがなんかその後いろいろ変わってってもその地元的なつながりっていうのがあるんだろうなと。で僕 L.O. カルとかね、スティーローってやつだとかとアクロとかと一緒に作った曲で、高井戸ハウハイっていう曲が僕の地元の歌であるんですけども、そこで言ってるんですけども、まあ転々としてきたせいで地元感がない、そんな僕が成人式に行って結果ですね、やっぱりその成人式っていうのはどちらかというと同窓会っていうかね、地元のやつらの集まる同窓会的な雰囲気がすごく強くて、まあやっぱりグループがいくつかできててですね、みんなで、ね、仲良さそうにしてるんですよ。僕一人なんですよね、その要は一緒の地元の小学校に通ったやつっていうのが一人もいないっていうね、で僕覚えてるのがね、小学校通ってた時にね、僕の近くの高井戸小学校っていうところなんですけど、そこの前を通ってね、電車に乗って通ってたんですけど、その高井戸小学校の上からこうみんな見てるわけですよ。であいつ新しく帰ってきたやつだけど、ここ来ねえらしいぞみたいなことを言ったやつがいて、石投げてきたんですよね。今思うとこれ結構問題なんじゃねえかなと思ったんですけど、僕石投げられましたね、そういえばね。石持って追われるって、地元で石投げられてるやつってのはね、だいぶこれ何があったんだって話なんですけども、ランドセルとかも背負ったことがなくて、で給食ってのも食べたことがないみたいなね、まあ、そういった小学校生活を送ってたんですけども、なんでね、石を投げられるような地元で成人式って言ってもね、何にもいいことはなかったっていうのもあるんですけど、まあ袴とかも全然着ないで普通の普段着で行って、雪が降ってたんですけどもね、まあ、とにかく浮いているっていうかね、しかも朝までラップしててね、でなんだこれっつって、その時は多分髪の毛真っ赤でひげこんなすごい状態でね、体重も80キロぐらいあったんで、なかなか異様な形だったの感じだったと思うんですけど、全身迷彩だったかな。でもいろいろ発見はありましてですね、まず僕の同い年の杉並区のね成人した人の中にですね、意識さえ
がいるんですよね。でこれは有名な話なんですけど、マイカデリックっていうグループ僕がその後やるんですけど、その相方のサナラジンがね、高円寺、中野サナラジン AK 中野大魔神っていう名前も言ってる、あの辺りに住んでるんですけど、どうやらね、その一色さえの家、実家っていうのが近くにあるらしいぞっていうことをね、言ってきて、2人でね、マイカデリックとして最初にやった活動がですね、一色さえの実家を探し当てて、そのゴミを漁ろうっていうのは、なんかもう言ってて、何なんだこれって、まあね、実家が見つかったらきっとゴミを出すだろうということでね、そのゴミの中にね、何かね、お宝グッズがね、ゴミの中からディグルお宝ってね、歌丸師匠も言ってましたけどね、それができるんじゃないかとね、これがマイカデリック、曲を作る前にまずそっちをね、最初の活動としてね、提案し合うっていうね、こんなグループも本当ダメですよ。でもそれでちょっとね、計画まで練ってね、この辺なんじゃねえかみたいなね、本名何々だからみたいなところまで調べ上げてですね、でリアル計画すぎて怖くてやめるみたいな、いやこれどうなんだろうね、いつやるみたいな話になって、これねどっちかがやめるって言わねえとこれそのまま行っちゃうぞっていうね、ああいう悪巧み系の悪いパターンですよ。誰かがやめないと、これ杉崎慈太郎さんの漫画とかにもありそうな感じなんですけど、まあ今じゃねえかなみたいな、今夜ちょっと違うんじゃねえかみたいなことで、こうなんとなく延期していくうちに、なかったことにしようみたいなね、やっぱラップグループなんで曲作ろうぜみたいな話になってったんですけども、まあそういった思い出もあるようなね、方がね同じ地区で同い年っていうことでですね、その成人式のね、会場でもね一番前の方にドーンって座ってたんですよね。あいるよとか思ってね、僕らが一人で行ってるからね、いろいろ観察してたんですけども、あいるよなんて思ってね、でその時にですね、その成人式っていうのは出し物っていうのがねいろいろあって、杉並区長のねスピーチみたいなつまんねえのがあったりして、山下洋介さんのピアノライブっていうのがあって、これはねなかなかいいものを見れたなっていうの、これは役得でね、二十歳になって山下洋介のピアノのライブが見れるなんていいじゃんみたいなのもあったんですけども、お笑いのライブっていうのもあって、そのお笑いに来たのがツインカムというグループでね、今ね名前は言えるんですけど、どういった人たちなのか全く思い出せないし、その時どんなネタをやったのかも思い出せないんですけども、なんでかっていうとですね、その会場でこのお笑いのコンビツインカムさんが来てくれましたみたいなね、司会の人の紹介でわーみたいな感じでこうやって出てきてね、ステージに出てくるんですけど、ステージにボーンって立ってセンターマイクの前にこうやって立った瞬間に、パッと多分客席を見たと思うんですよね。ここに一色さえが座ってるわけですよ。でここでですね、芸能相撲っていうかね、タレント力勝負みたいなね、梅津和夫の漫画とかで書いたらこのブワーみたいなね、もう一色さえのね背後にはものすごいオーラが立ち上がってたと思うんですけど、ツインカムの2人ですね、止まっちゃったんですよね。えっみたいな感じ であれで、まあねネタにするっていうか挽回しようと思って、なんか有名な方が前の方に座ってますけどねみたいなとこから始まっちゃったせいで、もうだだ滑りしてましてですね、でそのどうやって滑った、何のネタやったかっていうのは覚えてないんですけど、ツインカムが滑ったっていうのが僕の成人式の唯一の思い出っていうね、でその後話し相手もいないんで、結局家帰ってまた仲間呼んでなんかラップしに渋谷かなんか遊びに行ったと思うんですけども、まずねこの成人式、この、人になる、言ったらですね、これ成人式に来てる皆さんは皆さんも人になりましたよ、おめでとうございますっていうねことをこう区長だったりなんかに言われているというね、これねもしかしたらね屈辱的なことなんじゃないですかこんなのってね。だから成人式で暴れる若者なんて問題になってますけどね、あれはね正しいんじゃないかみたいなことを最近思いますよ。だってお前今まで人じゃなかったんだぞって、これから人だみたいなことを言われてるわけだから、俺のもう大きなお世話だっていうか、てめえふざけんなって話で、もともとね人じゃボケみたいなね、まあこれもヘリクスなんですけども、そういった意味ではね、上からこうあなた方こうなりましたよみたいなことをね制度としてやろうとしてること自体がね、もうそもそも無理があるんじゃないかなとは思いますけど、結局は集まって酒飲んだりね同窓会するのにきっかけが必要だっていうのもね、僕40になるとですね、同窓会っていうのは誰かが言い出さないと集まんないんですよ。もうとにかくみんなに会いたいなみたいなことも、あいつ何してんのかなぐらいは思っていたとしても、言い出しっぺっていうのがいないと集まれないんで、成人式っていうのはそういった意味ではね、同い年の地元のやつらが全員集まってイエーイってできるタイミングではあるのでね、そういった意味ではそういったものがあった方がいいけど、別にそんなの幹事やるよりね、気の利くやつっていうのは大体ね学年に1人ぐらいいますからね、そいつが幹事やってくれれば別にいいんじゃねえのみたいな気もします。で着付けのね詐欺みたいなのがね
ありましてね、30万とか40万するレンタルしたね、着物を着に行ったら、ね、倒産してたみたいなね、事件がありましたけども、まあね、着飾りたいんだなっていうのは思いますけど、僕なんか私服で行っちゃった手前、その喜びがいまいち分かんなくてですね、どうなんですかね、こうなんかそういった意味で成人式をちゃんと参加してないから人未満なのかなみたいなことも思いますけどね、まあそういった人未満のね、固めのダースのおじきもね、人体的にもね、人間未満ですよ。そんな人がですね、2018年もいろいろ楽しくやっていこうと思いますのでね、本日成人を迎えられた皆さんね、これもね、誰かが決めたね、1月15日だったらまだわかるけど、もうね、いや3連休にするためにね、ずらされたような、その程度のね日ですよ、成人の日なんてものはね。だからまあその程度の日に成人ですよって偉い人から言われて、イエーイって思ってる人はもうおめでとうございます。でも関係ねえやっていう人たちもますますおめでとうございますということでね、2018年も楽しくいければいいなと思います。レイリーダース、固めのダースのおじき、ダースレイダー、今年も、いろいろとにかくやれることやるし、やれないことはやらない、まあ、そんな感じでいきたいと思います。よろしく。ピース。